ドラゴンクエストモンスターズスーパーライトを実況者のエテポンゲです。よろしくお願いします。本日4月30日、もうあれだね、最終日だね。魔法のダンジョン、魔法のダンジョンが最終日です。未だにこの超級のゴールデントーテムは仲間にできていません。はい、20万ゴールドちょっと厳しいかな。欲しかったな。んで、あとはね、まああとはね、もう魔王チャレンジももう今のところね、5ターンで倒すなんてできないので、んで魔獣カーニバル、あ、そうそう、魔獣カーニバル行ったら、この魔獣カーニバルの、ここ超級行ったらね、卵がねいっぱい手に入ったんで、転生しようかなって思いまして、育成する、転生させる。で、何を転生させるか、昨日の晩、ツイッターでもね、ちょっとチラチラほらとどうしようかなって言ってたんだけど、やっぱりね、この二軸クジャクがいいんじゃないかなと、そういう結論に至りました。そうそう、二次ゴロンが1個しかないからな。けどで、ベホマズンもコメントでね、ベホマズンも転生した方がいいとあったので、ベホマズンとスライムベホマズンと二軸クジャク、この二軸クジャクじゃないんだけどね、まだ、これを転生させようか。そうだね、じゃあまずは二軸クジャクのこの本来の名前が忘れちゃったよ、もうモンスター預かり所から、預かり所から行けるんだね、便利便利。これとヒャド、これってさ、技覚えてくれんの、これ物質切り、麻痺攻撃ピオリム、麻痺攻撃、どうしよう、これどっちがいいかな、麻痺攻撃ピオリム、麻痺攻撃2個あるし、麻痺攻撃にしようかな。ピオリムは補助系だもんね、こいつは多分補助じゃないよ、補助じゃないと思う。そして2時ごろ、さあ転生の儀を執り行う。これ何になるの、これ、本当に二軸弱になるの、これ。はい、お、上から2つ、光のブレス、ブレスブレイク、どうしよう、息を吸い込む、光のブレス、激しい炎と息を吸い込むと光のブレスとブレスブレイクでいいかね、なんか息系モンスターとしていいんじゃない、息を吸い込むはいいもんね、だって吸い込んで次のターン倍かなんかで打てるっていう。ちょっと激しい炎がどうなのかなってところもあるけど、まあヒャド物質切り、まあ飛行撃よりはいいでしょう。はい、うわ、二軸弱や、いでよ虹色に輝くと、はい、マットファルコンが二軸弱、あ、そっか、マットファルコンだったね。
うわぁ、二軸弱。初代モンスターズテリーのワンダーランドで最も簡単に作れるのではないかと言われていたこの鳥系最強モンスター二軸弱、今となってはキングアズライルにその座を奪われた。この悲しき鳥の王とでも言っておこうか。で、で、これ SS いけんだよね。よし、次の目標はこれの SS だな。とりあえずこれ育てる、うん、で、次、ベホマズンなんだけど、そうちょっと報告するの忘れた。これね、もらったザンさんからもらいました、これ、うん、そのリスナーさんのツイッターでね、うん、スマホ勢じゃないので、そのドラクエ10のそのなんか買った時についてきたID が余ってるということだったので、いただきました、ありがとうございます。うん、 B ランクでね、転生はないんだけど、魔人切れがあるから、メタルダンジョンとかにちょっと連れて行ってみようかなって考えてます。うん、ワンチャンいいよね、魔人切りだったら。ほんと当たればね、当たるか外れるかどっちかだからね。うん、ありがとうございます。これしかもいいよね、なんか見た目が、ミミック系はほんと好きだからね。うん、よし、じゃあ次の転生の儀を執り行いましょう。スライムベホマーザ、あったあった、はい、あれ、はい、でステータスじゃなくて、こいつはさ、まあ A 止まりなんだけど、何になるのこれって。スライムベホマズンの上ってちょっとよくわかんないんだけど、なんかいたっけ、回復系スライムのさらに上位互換って。うん、まあやってみようじゃないか。まあこれは特技ホーリーエッジとか、あの攻撃系のやつはいらない。うん、ホイミとかいいんじゃないねえ、ホイミとかいいんじゃない。ベホマラーもいいんだけど、その一体だけが傷ついてる時とかは本当にね、ベホマラー打つのもったいないから、ホイミにしよう。でメラと火炎切り、うーん、これはいいかな、なしで。で、キング、これワンチャンピオリムだね。うん、ピオリム置いといてよかったね。はい、3つ流星、うわー3つか、うわーどうしよう。いや、ザオリックは 100% いる、ベホマラーも 100% いる。ピオリムは置いておこう。うん、そもそもこいつ素早さ遅いから、後々になってのピオリムってことは、次のターン1ターン目はピオリムかけられないってことだから、そう考えると、まあけど次の5手一挙に先制攻撃できるっていうのは結構でかいけど、まあ、今回はホイミにしよう。うん、これでいい。ウルスラ、はい、転生します。ウルスラってなんだ、
スライムじゃん。キングスライムじゃない。あ、そうだ、二重クジャク、ちゃんと見てなかった。ちゃんと見とこう。技4つで、ちょっと光のブレス。レイン系の特大息。え？ブレスブレイクは、敵全体、全体攻撃の後、一定確率で息攻撃に弱くする。いいね！弱くして吸い込んで光のブレス。で、息ダメージを 10% アップ。リーダー特性ね。うん。で、七色に輝く美しい翼を持つ鳥獣。その翼は炎と氷の力で七色に輝くため、美しく輝くものほど凶悪な存在だという。これ虹色になったから、クジャクオスに変えとかないとね。うん。三河シャップ。二回コードはないか、さすがに。オッケーオッケー。で、ウルスラ。HP と MP8%。スライム系か。うん。で、流星。敵全体にランダムに、大義大ダメージを与える。やべえな。AI2 回行動。1、2回。いいね。会心で安いもある。ウルトラスライムことウルスラ。無数のスライムが合体した姿で何かをつぶやくと天から流星が降り注ぐ恐ろしいスライム。なんすか、栄称するんすか。いいね、強そう。うわ、ちょっとまたパーティー組み直さないとな。いいね、いいね。でね、こいつはね、2回ほど混ぜ込んだんで、もう、うん、もう混ぜ込んじゃっていいかもね。こいつレベルちょっと上げて乾燥させて、またパワーアップさせて、で二軸クジャク、魔王、デビルズゾーマ、ブルファンゴ、ウルスラ、魔王の影、赤いシャドウ。あ、いいね、いいね、いいね。よし、ちょっと育てよう。またハグメタの鍵行かなきゃな。うん。ま、けど、ハグメタの鍵もあれなんだけど、今はね、やっぱり魔法のダンジョン行きたいから、うん。もうあと、ほんと、何時まで？ 12 時までかな。日付変わるまでかな。うん。でね、ちょっとね、報告忘れてたけど、祝福の杖ゲットやっと杖なんか手に入れちゃいました。うん、このみんなで冒険のこのこれやったらなんかね、ミラクレアのコインかなんかってのを拾ってそのまま使っていったんだったかな。うん、そんな感じだったと思う、確か。ちょっとね、またね、生放送とかしてね、みんなでマルチとかやりたいから、ちょコインとかも今けど、コインあとメタルカイザーしかないんだよなめっちゃ使ってるんだよな。はい、とりあえずね、今回は転生会でした。うん、でガチャがね、ちょっとだけ回せるから、ちょっと回してみようかな。うん、はい、では一旦ここで動画区切ります。ご視聴ありがとうございました。